てけよ最後まで。散々耐えた偶像にそろそろ亀裂が入って、ギリギリライフの大概に赤色の電話作り返している。妄想さえの終焉でお粗末な日常は廃炉、来世に期待の最終回、英子ちゃん笑顔が崩壊していくんだ。僕はもう必要ないのかい、そっちの世界は危ないよ。何度君に唱えようと窓の外の街を見てるんだ。才能で、ある人からすれば意味不明。別種って非人道だから理解されて、期待は持つない。